おはこんばんは、皆さん。どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、マウントレーニアサマーファンタジアクッキー&クリーム、すっごい名前じゃない。乾杯。すっごい甘い。もうダメなのよ。もうほんと信じられないぐらい、信じたくないぐらい太ったの、ほんとに。何が原因か分かってんの？シンプルにちょっと食べる量が最近すごく多いっていうことと、ご飯の白米の食べ過ぎ、そして甘いもの飲み過ぎ、この3点なんですけど、白米大好きなのね。好きな上に体、私の体は多分白米を吸収しやすいの。そういう炭水化物、特に白米に弱いというか、これはもう自分調べですよ。長年自分の体を見てきた結果ですけど。で、これジュース、こういうのとか、まあこういうのとかね。もう最近はもうお酒よりももうジュースって感じになっちゃって、マックス太ってる時は大体もうどっちもやばい時、こうもう白米めっちゃ食べてて、でなおかつ甘いもの、甘い飲み物特にを取ってるっていうことでね、痩せなきゃなっていうことでね、痩せなきゃというお話をしておりますが、私ミッキー、2024年8月1日で23歳になりました。多分この動画が23歳初の動画になるなっていうのは、ちょっと動画を撮るちょっと前から、こう動画のね、一応ね、どういう感じでやろうかなっていうのを考えるんだけど、その時にね、気づいた。うん。で、ただね、申し訳ないんだけど、誕生日当日の Vlog があるんですよ。撮ったの一応。もしかしたらちょっとめっちゃ短いかもしれないんだけど、わかんないんだけど。まだパソコンで見てないからわかんないんだけど、撮ったのよ。で、プラスアルファ、その、まあ、後日談じゃないけど、続き、みたいな。各 SNS の方ではつぶやいてるから、まあ、知ってる方いると思うんだけど、とあるところに行きまして、で、そこで買ったものを紹介するっていうので、昨日撮っちゃって、だからそれが私の中では、やっぱ Vlog からそれの動画、その2つ、2点セットが、まあ、初っ端の23歳初っ端動画かなと思ってたんだけど、違うかも。これが最初かも。よろしくね。何が言いたいかっていうと、本人紹介で、なんか改めてこう動画でここでね、23歳になりましたみたいなこと言ってるかもなんだけど、うまくカットできたらカットしちゃうんだけど、似たようなことを冒頭喋られてるかもしれないんで、ミッキーさん。はい。そこだけご了承ください。23歳になりました。はい。23歳って結構ヤバめじゃない？なんかツイッターかなんかのコメントで、ミッキーさんも来年ついにアラサーですねって書いてあって。そういうこと言うなよ、わざわざ。いや、私なんかさ、いろんな人の考え方があると思うんだけど、年齢に対して。私的には、本当に、どうでもいいことだなって思ってて、ある程度から。未成年から成人になる瞬間っていうのは結構でかいから年齢大事だなとは思うんだけど、正直そっからは、なんかどうでもいいなって思ってるはいる人間だったんだけど、なんかそういうコメント見た時に、言葉には言い表せない何かこう、重みみたいなのが、乗っかりまして。うわってなんかなったんだけど。あ、ちなみにこれ今これ着てるね。このポロシャツ。これラコステのポロシャツなんですけど。なんとミニーちゃんからの誕生日プレゼントで。はい。ラコステのですね、ポロシャツとお財布をもらいました。マジでミニーちゃんありがとう。今いないんだけど、そう。マジありがとう。今、ちょっと軽くなっちゃうけどね。ちょっと照れるじゃん。ちょっと動画だってなんかちょっと照れるから。まあなんかそういう様子もね、Vlog の方で多分映ってると思うので、そんなに期待せず。生温かい目で見てください。23歳だってっていうことでね、まあ、今日の動画は何かっていうと、去年もいただいたんですけど、なんと今年も。マジびっくりするよね。テレレレンテレーデデーン。こちら誕生日プレゼントなんですけど、誰からかというと、ななみさんから。そんな気使わなくていいのに。気使ってるわけじゃないと思うんだけどね。ほんと気持ちなのはわかるから。もう、私はそういう気持ちをもう、そのまんま受け取るタイプの人間なんですけど、友達のね、ななみさんから、ラジオも一緒にやってました。はい、ななみから、なんとまた今年も誕生日プレゼントを、LINE ギフトの方で送っていただいてですね、開封しようという回でございます。で、これちょっと紹介する前にですね、2名の方からね、誕生日プレゼントが届いていましてですね、まず1つ目、こちら。でれん、なんとこれ誕生日1日なんだけど、2日に届いた誕生日プレゼント。これちょっともう開けちゃったんだけど、私も結構前から手紙とかプレゼントを受け取らない、取れなくなっちゃったのね。そう、今まではまあその度に所属してる事務所とかでお世話になって、その住所で届けてもらって、そっから私の家に届けてもらうみたいな感じだったんだけど、まあ、それがちょっともう4年前ぐらいからもうできなくなっちゃってて、たまたままあなんとなく1日誕生日迎えて、日付変わって31から1日になって、
でその夜中にさ、ミリちゃんが夜な夜なケーキを作ってくれてたわけですよ。で私起きてたのね。でそのケーキを作ってるの見てたの。でもちょっと眠くなっちゃってちょっとさすがに寝るのは違うじゃん、なんか、あ、じゃあこのタイミングでと思ってインスタの方で質問をね、誕生日23歳初っ端に返そうと思ってやってたわけですよ。でそしたら本当にマジでなんかプレゼントって送りたいんだけどっていうみたいなのを送ってきてくれて、でそれに私がちょっと調子を乗りまして、でもなんとなくじゃあなんかアマゾンの欲しいものリストのけるねみたいなので乗っけたので、ついでインスタにリンク貼ったんだけど、その後にさらに調子乗ってツイッターにも乗っけたのよ。だから、まあ、どこ経由で来たのかわからないんだけど、匿名で配送してくれるのね。そういう機能があるんですよ。私の住所も知られない、送ってきてくれた人の個人情報も知らせられないっていう、なんかすごい便利な、なんかすごいやつ。 Amazon で出てるこの商品を、私がその欲しいものをリスト化して、そっからそれを見た人がこう選んで購入するともう送られるっていうシステムなんで、で私最近なんかすっごいね左目が痛くてちょっとあれだなーっていうので、まあこれ入れてたのよ。キューピーコアアイドリンク、これ目が辛いと感じた時に速攻1本っていうね、10本入りで、まあ1本ちょっと飲んじゃったんだけど、キューピーコアアイドリンク送ってきてくれて本当にありがとうございます。でこれだけじゃないのよ、ちょっと今ないんだけど、1人の方だったんだけど、でっかい段ボールに2つ入ってて、1個はカレー飯カレー飯で、もう1個がカレーうどん。本当にありがとうございます。もう私の欲しいものリスト本当食べ物とかバカなんで、あとちょっと私の趣味、ななみさんが送ってくださった誕生日プレゼント開封したいと思います。まあ、正直ですね、 LINE ギフトなんで中身知ってるんですよ。せっかくで送ってくる、だって去年はさ、なんかすっごいおしゃれなさ、ワインみたいなやつ、スパークリングワインかみたいなの送ってくれて、中身言っちゃおうか先に。今年はビールを送ってくれたんだけど、なんかななみ曰く私がビールを好きかどうかが分かんなかったらしくて、だからペアグラス付きのビールを送ってくれてました。私めっちゃビール好きだから、でプラスアルファグラス付きでしょ、ペアグラス付きだよ、マジありがとう。おー、なんかすごいよ、うわー黄色でー、うわー結構な重み、まあビールだからね、ビールとグラスだから、はい、こんな感じです。かわいいね。何ハッピンクギャルリー、絶対違うっていうのは合ってるでしょ。なんかすっごいかわいいんだけど、いきまーす。もうこのままパカっていくんだ、いきます、せーの、バカ、うおお、かわいいね、すごい、なんかいるんだけど、ハッピーバースデーって書いてる。すごい、これなんか誕生日のやつなんだ、もう完全にこうじゃね、こうじゃん、もう、うわやば。はい、こんな感じ。札幌から出てる札幌ビールのクラフトビール6本ペアグラスセット、誕生日ってやつ、お祝いの用途に合わせてのギフトセットが出てるっぽいんだけど、それを送ってくれたんだ。ふぅ、やば、ちょっと一本一本見てこう。てかこの真ん中にこの白い箱に入ってるのがグラスってことだよね。ビールから見てこうか。これが2個入ってんだけど、まず1つ目こちら。ねえ、パッケージ可愛すぎない？何これ、ポッピン IPA っていうお酒、ポッピンガレージ流の王道 IPA、 しっかりとしたポップの香りと苦味の絶妙なバランスを追求っていう、まあなんかオーソドックスみたいな、一番オーソドックスみたいなやつ。ちなみにですね、ジャパングレートビアアワーズ2024銀賞を受賞してるらしい。 IPA だけ2個ついてる、だまだレギュラーだからってことだね。でその次こちら、ポッピンラガーですね。このパッケージすごいね、マジで。このパッケージもかわいい。フルーティーでトロピカルなホップの香りと爽快な後味を合わせを持つホッピンガレージが提案する新定番のラガービール。で続いてこちら、でうわかわいい、何これ、パッケージがまたちょっと雰囲気が一気に変わったね。リボネシアかな、自然の生命力を表現したジンジャー香るボタニカルなビールです。へえ、森の中に凛と咲く花をイメージしたリボンアートとともにお楽しみいただきたい特別な時間を彩る一杯です、ということで、すっごいおしゃれだね。なんかこれ飲んでる人もおしゃれそうだもん、なんかちなみにですね、この3つはアルコール度数が 5% なんだけど、これは 5.5% らしい。でスパイスビールってやつなんだって、スパイシーなのかな、ちょっと。はい、次こちら、うわめっちゃかわいい、何これ、お疲れ山ビール、コリアンダーと大分産のカボスを使用した新しいタイプのホワイトエール、隠し味にアルペンザルツでほんのり塩気を加え、
アルコールも 3% に抑えることで優しい飲み心地に仕上げました。人生における大小さまざまな山を乗り越えた全ての人に贈る一杯です。わあ素敵、なんかすごいコンセプトが好き。なんか後ろに書いてある、自分を探さなくたっていい、他人と比べる必要もない、ただ自然と向き合えば進むべき道は見えてくる、それぞれの日々を一歩ずつ、今日も一日お疲れ山で最後、これやばいね、でれん、すごい、これ大人のチョコミント。私チョコミント好きなんですけど、ビールなんだチョコレート麦芽を一部使用し、ペパーミントを加えることで甘くてスースーするチョコミントの味わいを実現。アイスをトッピングしても美味しい、スイーツ感覚で楽しめる一本です。スースーするってやばくない？しかもこのパッケージセンス全部すごいね。これチョコミント特有のこの色味かわいい。でプラスアルファのペアグラス、ペアグラスとかめっちゃ嬉しいんだけど、マジで。じゃあこれ開けたいと思います、はい、できたらいいなを作ろう。さあグラスはどんな感じなのか、うわーかわいい。はい、こんな感じのグラス、ペアグラスです。このポッピン IPA っていうこの緑のやつ、このレギュラー、このシリーズの多分レギュラーみたいなやつのパッケージがここにデザインされてるって感じ。うわいいじゃん、最高の誕生日プレゼント。いやもうセンスすごいのよ。私が先に誕生日なので、ななみは誕生日が9月だから、あの1ヶ月後なんですよ。で確か去年はお返しも込めて誕生日プレゼントに、あのモンスターのエナジードリンカーじゃん、あれの水色が大好きなので箱で欲しいって言ってたからあげて、今年どうしよう、それも楽しいよね、考えるのも。いやもう本当にマジありがとう。あそうそう、いやもう今開封終わったから終わろうと思ってたんだけど、今ちょっとごめん忘れてた、忘れてたっていうかこの話もしようと思ってたんだ。私の誕生日にピクサーの最新作インサイドヘッド2が公開だったの、誕生日の日に公開日で。なんかねピクサー私大好きなんだけど、ピクサーの公開日たまに被るんだよね、そう自分の誕生日と。なんか前もあったの、インクレディブルファミリーの時、インクレディブルファミリーも大好きな作品なんだけどとも被ってて、そうそれぶりの多分インサイドヘッド2なんだけど、まあ、Vlog でちょっとインサイドヘッド2のこと触れられてないんじゃないかなって感じなんだけど、あの公開日ってことで、まあ、あのもともとちょっと行きたかったとある場所に誕生日行った後に、まあ、午後ですね、ミニちゃんがですねインサイドヘッド2のチケットを取っといてくれたらしくて、ムビチケで見に行ってきました。1日にもう公開日でマジでヤバかった、良すぎた。あのね予告の段階から泣いてたの、これガチな話ね、ちょっと大げさに言うためにこうって言ってるわけじゃなくて、ガチで私インサイドヘッド2の日本語字幕のやつ見た時に泣いたの。 SNS のみならずうちのお母さんにも送ったりとかして、回し物かのように回してたんだけど、回し物になりたい。日本限定版エンディングソングが世界の終わりさんのプレゼントってね、あの曲ですよ。一人ぼっちに気持ち悪いってことだったんだけど、あの最近あのミニーちゃんとあのハマってる歌を気持ち悪いとこで止めるゲーム、ちょっとそれを思い出したでちょっとやっちゃいました。はい、すっごい気持ち悪いですから皆さんもやってください。歌あるじゃん、これもう本当に余談マジで脱線すぎなんだけど、歌あるじゃん、なんか一曲それのなんかこう盛り上がってこっから気持ち、歌うと気持ちいいとこ、聴いてても気持ちいいところってあるじゃん、それをあえてそこで止める、その前ぐらいで、どんぐりころころとみたいな感じで、あのそれをただお互いにやってく、やり合ってくっていうゲームそう、あの曲もぴったしだよね。もうなんかもう結構前じゃん、あれプレゼントって曲多分2015年とかの曲なの。私もあの曲に何度使われたかわかんないんだけど、あのそれがさ、この時を経て使われるってすごいよね。日本語なんかピクサー結構あるんだよね、選曲神って感じなんだけど、まあ見に行ってさ、まあちょっともう一回正直見たいなって思っちゃって、ずっと面白かったの。ピクサー大好きだから過大評価してるわけじゃないんだよマジで、なんだけどもうほんと客観的に見てもずっと面白いなって思っちゃって、で子供も飽きない展開、やっぱこうどうしても最近やっぱこうここ数年でアニメーションというものがその実は大人に向けてるんだなみたいなのにこう世間的にも気づかれててなのかで、ちょっとある程度大人レベルのそこそこの年齢に向けてこう作ってると思うんだけど、いやピクサーはね全てのこの人間全ての年代にこう受け入れられるこのインサイドヘッド2を作ったんじゃないかなと思ってて、子供的な目線でも起承転結が
ポンポンポンってスピーディーだし、中だるみ感がなかったっていう感じっていうのと、なおかつこの大人見たら余計やべえっていう。で、今の子供たちはこう、これを見て多分育っていくわけじゃん。子供の時に見たものってやっぱ何度も見たりとかするじゃん。私も何度も何度もトイストーリー、あの3とかずーっと一時に夏休み見てたみたいな時期あったんですけど、そういうもんじゃん。でもそれがそのアイデンティティ作ってたりとかすると思うんだけど、今の子供たちはインサイドヘッド2を見て育っていくってなった時に、その子たちが大人になったら、その改めて見た時に、うわこんな話だったんだみたいなので理解する、さらに感動すると思うし、実際実体験でもあるしさ、昔子供の頃見てたディズニーの作品とかピクサーの作品を見て、えこんないいこと言ってたのとか、えこんなメッセージ性あったのみたいなのはあるから、そうなるだろうし、で今の大人たちにはもうぶっ刺さってるあのやっぱこうピクサーのイマジネーションの力って恐ろしいよね。あの正直まあソウルもね大好きな作品なんですけど、ソウルのその作ったそのイマジネーションの力とか、空想でしか見られないようなものをうまいようにこの見やすくしたというか、物質化しているっていうのが本当にすごくて、今回のインサイドヘッドに関しても感情というものって目には見えないじゃん。でもインサイドヘッドを見せられた時に、あこうなんだっていうのってもうマジ受け入れざるを得ないというか、そんな感じで、まあ、とにかくね感動、もう泣いたね。まああの泣けばそのいい映画っていうことは思ってないんだけど、その心揺さぶられた時に出る体の反応の一つが泣くっていうものじゃん。もうやばいですね。ぶっ刺さりまくってたし、まあミニちゃんと一緒に行ったんだけど、ミニちゃんもぶっ刺さりまくってて、隣でめっちゃ泣いてたし、もう私も号泣、本当に。まあ、新しい感情が出てくるっていうことで、心配と、いいなと、ダリーと、恥ずかしい。この人間誰しもが持ってるこの心配という感情、頭が心配に襲われた時に、どう頭の中で起こっているのか、マジで分かりやすくで、ユニークさもあり表現されてて、もうすごかったですね。海外で大ヒットしてるらしいんだけど、で日本でも多分すごいことになってると思うんだけど、まあそれもうなずけるっていうぐらい、いやあのねこれ難しいとこだよね。これ別に大ヒットしてるからといっていいとは限らないっていうものもあるじゃん。逆に大ヒットしてないからといってその作品が悪いということでもないわけじゃん。で難しいとこであるんだけど、受けてるっていうことがすごいことだなっていうのと、ネタバレになっちゃうかもしれないから、ネタバレ嫌な方はあのここまでテロップ入れとくんで飛ばしてください。はい、いいね、もういないね。はい、ここにいるのはね、あのネタバレが大丈夫な人、または見た人ということで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫ですね。はい、見た人は分かると思うんだけど、心配が暴走し始めるんだけど、そこで後々思ったのは、あの前作のインサイドヘッドの時に、その考える列車ってあって、あの要はそのライリーが起きてちょっと経つと考える列車、思考が働くってよく言うけど、こう考える列車が動き出すんだけど、心配が暴走し始めた時から、暴走してる時って一切考える列車が動いてなかったんだよね。私それに対してすっごい鳥肌立っちゃって、後であのよくよく考えれば、あの時考えの列車動いてなかったなって。前作考えの列車乗ってなんか行くみたいな話だったじゃん。あ、ちゃんとあのあれだから、インサイドヘッド2公開日の数日前にミニーちゃんと一緒に予習したんで、もうバッチリ頭に入ってんだけど、前作では考えの列車に乗ってちょっとこう指令室に向かうっていう感じだったけどさ、今回そのシーンがなかったんだよね。力いっぱいこう頑張って指令室に向かってるって感じだったんだけど、考えの列車乗ればよくないって思ったんだけど、考えの列車が通ってなかったんだよさって思った時に、心配が暴走してる時って考えてるわけじゃないんですよっていうことに気づいちゃって、でもこれうなずけるなと思って、心配が暴走してる時は心配という感情が起こってない、自分にとっては幸せじゃない未来をいろいろと想像して怖くなっていくっていう。だから物事を考える時って現状を見て把握して分析して決めていくっていうことじゃん。だから心配してるときはただただ心配という感情が暴れてるときだから、考えてることにはならないっていうことにあの繋がっちゃったときに、うわやばいと思って、マジでそれじゃんと思って、あの鳥肌が立ったってだけなんです。それが一番言いたかった。あとあれね、個人的に一番うわーって思ったのは、大人になるっていうのは喜びがなくなるっていうことなのかなっていう、それが成長なんじゃないかっていうことになったときに、でも最後のその終盤あたりでそうじゃないよっていう、人間は多分喜びのために生きてるよねっていう
ことだって。でもよく考えれば全部繋がってんだよね。前作のインサイドヘッドの時にライリーが生まれて、でライリーの頭の中で一番最初に生まれた感情って喜びなわけですよ。で多分人間の感情って一番最初喜びから始まってるんだよ。この地球に生まれられたっていうこの喜びってこと で、 で一番最初に出てくる感情は喜びなのに、大人になるとその一番最初にいたはずの喜びはどんどん薄れてなくなるんじゃないか、いらない存在なんじゃないかっていうこと。でもこの最後の終盤でこうライリーが呼んでるっていうね、あの表現鳥肌立っちゃってるよ。ライリー自身が喜びをこう導くかのようになってて、もう号泣。とにかくインサイドヘッド2やばかったんで、ちょっと正直まだ何回か見に行きたいなって思ってるんですけど、ミニーちゃんがですね、誕生日プレゼントっていうことでいっぱい誕生日プレゼント買ってくれたんだけどさ、せっかく見たんだからお土産買おうってインサイドヘッド2のっつってステッカーを2個買いました。あ、なんかいっぱいついてる、7枚。お、かわいいね。今回ね、各キャラのね、元々いた感情たちの魅力がさらに上がってた。あ、今回登場のキャラクターたちもしてる。いいね。あとは、あ、いいですね。みんないるやつ。お、これかわいいな。これもかわいい。すごいこれ、かわいい。あ、これもいいですね。これもすごくいいですね。すごくいい。あ、いいね。喜びと悲しみのセット。この二人大好きなんだよね。私悲しみが好きなんですけど、でも今回のキャラで言ったら恥ずかしが好きですね。恥ずかしのバウンドしたいと思ってでもう一個、これは3種類、これがねいいなと思って、マジでこれ素敵。なんか原画っぽいよね。でっかい心配の、ステッカーで、最後に、あ、心配一人と子供の頃から見守る感情たち。めっちゃいいじゃんこのセット。もう私これ大好きなんだけど。はい、ということでミニーちゃんが買ってくれたシールたちでした。はい、ということで本日はですね、ナナミさんから、誕生日プレゼントが届いたということで、開封したという動画でございました。でプラスアルファ、インサイドヘッド2のちょっと感想みたいなのをちょっとベラ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 と喋っちゃいました。23歳になったということでね、まあ、当分ちょっと誕生日の話がちょっと続くと思うんですけど、お付き合いください。改めましてたくさんのお祝いありがとうございました。メッセージくれた方も、プレゼントくれた方も、今この動画を見ておめでとうってコメント打ってくれたり思ってくれてる方も、本当皆さんありがとうございます。熱中症に気をつけてこの夏も生き延びましょうということで最後まで見てくれてありがとう。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。正直ちょっとプールとか行きたい。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。